ニュースマグビです。新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けた航空業界、 CA の副業を公認する企業も増えています。しかし翌月のシフトが前月の26日にならないとわからないという状況もあり、副業選びは難しいようです。そのため最近は SNS を介して知り合った男性と首席を共にして報酬を得るギャラ飲みが流行している航空会社もあるそう。接客技術を活かせる割のいい副業と捉えられていますが、航空業界の苦しい現状が伝わってくるエピソードと言えそうです。ニュースマグビ